今日ね、前髪にオイルをつけすぎてすっかすかなんですよね。前髪見たらわかると思うんですけど、すっごい前髪すっかすかなんですよ。まあいいんだけどね。まあ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 いいんですけど、前髪がすっかすかなんですけど、こんばんは。今日はお仕事だったのでメイクをしてます。今日はメイクをしてます。ユニット投票したよ。ありがとう、ありがとうございます。25日までなので、あと3日ぐらい、3日、もうない、3日もないのか、3日、あと3日ですね。25日の23時59分まで。ちょっと待ってね、すごいカメラのレンズがさ、すっごい汚れてんだよな。オッケー、服で拭いた。服で拭きました。こんばんは。県の方ありがとうございます。 SK48 チームエースの石黒月です。ありがとうございます。あ、また猫、猫ちゃん。すごいさ、見える。今日は猫の日か。猫ね、猫は飼ったことないな。そしてきっと今後も飼わないさそうな動物。欲しいんですけどね、猫。猫欲しいんだけどね、ちょっとね、なかなか難しそうです。猫欲しい。こんばんは。肉球のギフトありがとうございます。たくさんありがとう。なんかでも猫好きなんですけど、
そうブームがね来てまして、私猫好きブームがすごいこの間まで来てたんですけど、一瞬でなくなっちゃった。なんかでも買うんだったらあのちっちゃいママがいい。もうそんな猫いないか、います？あんまり大きくならない猫がいいな。なんかあんまり大きくなりすぎるとなんか重たそうじゃない？わかんないけど、重たそう。猫ね、でもこの間家の駐車場にいたらしい。猫の猫が夜家の駐車場にいたってお父さんが言ってた。こんばんは。トーク会の再販撮ったよ。ありがとうございます。ね、今日の19時から始まってるんですけど、5時販売始まってるんですけど、今日メモったんだよね。それ20幕張メッセ一番早いのが3月21日なんですけど、3月21日は今日の19時から3月11日まで応募できます。申し込みができますね。あ、雪玉ありがとうございます。そう、一番近いの本当はね2月20日21日ね、本当はあったはずなんですけどね、ちょっとね延期になっちゃったので、また5月15、16なんですけど、一番私とお話しできるのは3月21日が早いですね。一番3月21日は今日の19時から3月11日の正午まで受付ができます。で、4月の3日4日はこのセーラー服を着る日ですね。まだ頼んでません。ちなみにまだお父さんに言ってません。まだ粘ってます。4月3日と4日の幕張メッセは今日の19時から3月22日です。結構先ですね。1ヶ月後まで応募ができます。イエイ。で、次4月24、25愛知スカイエキスポですね。そう、これは今日の19時から4月の12日、もう年度が変わってますね。4月12日の正午まで。で、5月1日と2日この日もセーラー服を着ますね。まだ、まあ、頼んでないんですけどまあ今日あたりにいようかな。今日あたりにいたいと思います。もう今日の19時から4月の19かな19日の正午までです。で、2月20日と21日の分の延期の5月15と16はまた後日発表されるらしいよ。こんな感じでした。こんな感じらしいよ。
でも結構長い間販売されるんですね。なんかいつもめちゃめちゃすぐなイメージだからさ、こんなになんか長い期間販売してるイメージないからすごい新鮮。どうしよっかな、服7コーデ分考えないといけないので、どうしよう。7コーデ結構多いんですよ。7、違う、7じゃない、1、2、3、4、5だ、5個5個分の私服を考えます。何にしよう。でも暑いのか、まだ暑くはないか、あったかいぐらいかな。ん？ 1、2、1、2、3、4、5、5個分。ここで分考えます。月玉、月玉ピンポンピンポン、誰か出てくれるかな。私今ショールームしてる、ショールームしてる。月玉春服コーデになるよね。春服コーデね。どうしよう。春って何だと思いますか？どういう服が見たい？ちょっともしかしたらここで言ってくれたらワンチャン着るかも。まあその日にさ来るかどうかわかんないけど、まあその日にちゃんと着るかどうかわかんないですけど、いやもしかしたら着るかもねっていう話。でも私的にはちょっと丈の短い、すごいだいぶ出てくれないのかな、丈の短いワンピースとか、なんか春はすごいなんかチェック柄、何、ギンガムチェックみたいなイメージ。私的にギンガムチェックのオフショルとかかわいい、自分で言っといて。でもなんかピンクは使いたいよね、かわいい、絶対いいね。どうしようかな、服ね。私でも服のセンスがねガチでないので、ちょっとお母さんに要相談って感じなんですけど、どうしようか、ちょっと相談です。これはもう春って可愛いよね。もう全部暖かければいいけどな、3月とか寒そうだけど、どうだろう。あとなんか春はすごいカチューシャのイメージ、なんででしょうね、すごいカチューシャのイメージがすごい自分の中である。オフショルとノースリーブの違いは、結構違くないですか、オフショルとノースリーブ。オフショルはここに袖があるんですよね、こうなってるみたいな。ノースリーブはここだけですよね、全然違いますよ物が違います。ポニーテールしてほしい。髪の毛があればな、できたんだけどな、今ないからな、結べる髪が。ないからな、髪の毛あったらしてたかもしれないけど、今ないからちょっと何とも言えない。でもいつかまた伸ばす時が来るかもしれない、髪の毛に関しては。まあ伸ばしてまたロングを楽しんでまた切っての繰り返ししたいですね。うん、いつか。やっぱね、
あれなんですよ。ロング見てるとやっぱ自分も伸ばしたくなっちゃう。けど切りたくもなる。すごいなんか伸ばしたくないわけじゃないんですけど、伸ばそうと思えば伸ばせるんだけど、すごい切りたくなるんですよ。あーってなる。あーってなります。すごい切りたいってなります、髪の毛を。そうだからね、いつかでも伸ばそうかな。伸ばしたいね髪。染めたりはしないよね。まあ染める年齢になれば染めると思うけど、今はできないですね。まだあと1年、あと1年あります。染めれない、あと1年染めれない、あと1年染められない、染めれないし、ネイルもできないし、ピアスも開けれないですあと1年です。あと1年。キラキラスマイル。1年後全部やるの。いやー、やりたいよね。やりたいやりたい。ピアスはすぐに開けたいです。もうなんなら。だってイヤリングより絶対楽だもん、落ちないし。絶対ピアスの方が可愛い。まあネイルはまあ100歩譲ってって感じですけど、ネイルはどっちでもいいかな。でも髪は染めたいですね。髪も染めたいし、ピアスも開けたい。いやー楽しみですね、ちょっと楽しみです。ピアスはもう開けたい、開けたい開けたい。でも奇数がいいって言うから開けるんだったら、だから21ぐらいでいいかな。21と、あとなんかここに開けたいですね。ここに、ここ、ここ、ここに開けたい。ここそう、ここに開けたい。いやーいいね、楽しみ。私ねピアスね開けたら買うピアス決めてるんですよ、実は実はもうこのピアスにしたいなっていうのをちょっと決めてまして、それを買えるぐらいの似合う女になります似合う女になります。こんばんは、やっほー。なんか最近めちゃめちゃ足しびれる、痛い。ピアス放置したらいつの間にか塞がってて悲しい。なんかあるよね、そういうの。
あれってどうやって開けるんだろう、ピアスさ、何、なんかちゃんとしたところで行った方がいいよね。でもね、ピアスはね、開けるんだったら最初とか特にだけど。いや、ピアス開けたらピアスもできるし、イヤリングもできるんだったら絶対ピアスの方がいいじゃん。なんかあるんですよね、よくすごいさ、あーこれかわいいと思ったらピアスだったみたいな、そういうのばっかりなんですよ。ちょっとからピアスしたいですね。まあでもね、衣装によってはイヤリングしかないみたいなのもあるから、でもピアスしとけば別にイヤリングもできるわけですから、ちょっといいよね。すごい、めっちゃ袖出ちゃう。とりあえず再販取りました、ありがとう。今日の19時から始まっております。一番近いのと3月21日のが始まってるんですけど、3月11日までです、販売が。だからあと2週間ちょっとありますね。2週間ちょっとあります。楽しみ。何着ようかな、3月だもんな。3月か、3月ってなんかあったかいですかね。どうしようか、悩みどころ、悩みどころです。とても、ユニット取りましたよ、ありがとうございます、ありがとう。4月と5月のが制服、そうです、4月3日4日と5月の1日と2日が制服かっこまだ頼んでないかっこまだ頼んでないです。こんばんは、こんばんは。今日みたいな暖かさ続くなら厚着しなくてよさそう。
そうなんだよね。今日めちゃめちゃ暑かった。名古屋めちゃめちゃ暑かったです。最高。私の今日の私服ちょっとニットっぽいんですけど、中がこれで暑いぐらいだったもん。そうだから結構暖かかったです今日。毎日これがいい、本当に毎日これで十分っていうぐらいに素敵な気温だった。そう、私花粉症じゃないんですけど、なんかでも花粉症って突然なるって言うじゃないですか。だから嫌なんだよな。花粉症になりませんように。なりませんように。やだ。やだ。絶対大変だもん、花粉症になったら。なんかもう見てるだけでもこちらがしんどいのに。アレルギーある？アレルギーないです。何年前だろう、5年6年ぐらい前にアレルギー検査したんですけど、マジ何もなかったけどね。ナスが怪しい。そう、ナスがちょっと怪しいです。ただ分かんない、怪しいだけで、本当はどうか分かんないけど、でも本当かどうか分かんないけど、ちょっと怪しいなっていうのはナス。ナスでも普通に好きなんだけどな、普通に好きなんだけど、ちょっと怪しい。こんばんは。初見の方ありがとうございます。 SK48 チームエースの石暮月です。ありがとうございます。ありがとう。バナナはアレルギーではないの？まあだいぶ拒否反応は出てしまうけど、アレルギーではないです。でもめちゃめちゃ嫌いです。大嫌い、食べれない、食べれないです。無理です。無理。食べ。そう、気持ちの問題よね。そう、そうなんですよ。そう、マジで。結構やばい。プラス何年も口にしてないかな、してないから、本当に多分やばいと思います。今日でもね、お母さんが朝食べてて「いる？」って言われて、「無理」って言った。無理って言いました。いやー、やっぱ誰しもね、嫌いな食べ物ってあると思うんですよ。そんな無理して食べなくていいと思うね、嫌いな食べ物なんだから。無理して食べたところでいいことなんて何もない。だから無理して食べなくてもいいです。そう、無理しなくていいのよ、そういうのは。
食べなくていいの。なんで嫌いなんだろうね。なんかでも気づいたら嫌いになってたって感じです。私は でもバナナ食べれない人って結構いない？意外といるよね、食べれない人。なんかまだケータリングがお弁当じゃなくて料理だった時があるんですけど、あれだったんですよね。2回公演とかだと2回あるんですよ、ケータリングが。なんか劇場着いてリハ終わったぐらいに準備してくださって、スタッフさんが。それでなんかちょっと朝ごはんっぽいメニューなんですよ。いやもうバナナだよね、バナナとなんかパンみたいなメニューが、そんな感じ。バナナとクロワッサンみたいな、あとなんだっけ、あんまり覚えてないけど。ケータリングとか懐かしいな。難しい。今はもうないからね。今はお弁当ですからね。さっきからすごいラインが来る。お弁当も美味しそう。お弁当もね、私も食べるんですけど、全部ガチで食べると結構しんどい。体が踊った時に、 S 公演の最初の曲ゴナジャンプなんですけども、あの曲すごい飛ぶんですよ。ジャンプする回数が多くて、なんか脇腹めちゃめちゃ痛くなるんですよね。そうだから、全部食べるとね、後々しんどくなっちゃう。選べるの？はい。3種類ぐらいある。だってチームイとかさ、あれじゃないですか、最初お腹出るじゃん。私絶対無理。あんなん最初から食べん、絶対。でもチームイの衣装かわいいよね。最初の衣装も好きだし、ほっぺつねるとかも好き。かわいい。まだ覚えてるよ、いいチームインのやつ。まだ覚えてる一応覚えてます。もう出ることは絶対ないと思うけど、でもいい思い出いい思い出です、とっても。S のダンスメドレーの衣装好き。あれ可愛いですよね。私も好き。あれね、色がね、3種類ぐらいあるんですよ、 S のダンスメドレー。緑っぽい、薄い緑か薄い青か薄いピンクかの衣装なんですけど、私は薄いピンクの短パンですにロングブーツ。
可愛いよね、ジュリジュリベイビーの衣装、あれ可愛い。君のカップリングイズ懐かしい。カップリングの君は懐かしい。ララさんとかとできたんですよ、私超覚えてる。ロングブーツプライベートでも履く。ロングブーツ持ってないんだよね、持ってなくて。そう、可愛いなと思うんですけど、結構あれ合わせるの難しそうじゃないですか。難しそうで、私服可愛いとは思うけど、ちょっと可愛いよね。私ああいう靴ってさ、どこに置けばいいんだろうね。お家の玄関に入んないんだけど、あのロングブーツ買っちゃったら玄関の何度とかに置けばいいかな何度とかに置けばいい。下駄箱には入んないよ、私のお家には。ちょっと入んないですね、玄関の何度に置くしかないな。何度に置くしか置く場所がない。でもあのロングブーツ履きこなせたら可愛いよね。可愛いしかっこいいし、おしゃれ上級者感がすごい出るよね、一気に。あれ履いただけでいいアイテムだと思うわ、私的に。すごい、いやあれはかっこいいよ、かっこいい、かっこいい、おしゃれやもん、あれは。いいよね。いやー、あれはすごくいいと思います。すごくいいと思います。もう一気に大人の階段登ってる、あれは。確実に。大人の階段二段飛ばしぐらいしてます、あれはもう。いやーいいよね、なんか街とかで見かけると、ああ大人だーって思う。ロングブーツ履いてる人見ると、無条件に大人の人が履いてても大人だなってすごい思う。キラキラスマイル、そう、二段飛ばししてます、あれはもう。初見の方だ、ありがとうございます。 SK48 チームスのしぐれ好きです、ありがとうございます、ありがとう。キラキラスマイル、キラキラスマイル。
今日はねちょっと大人っぽいし、服ジャケットを羽織ってます。キラン。そう、お仕事が私服だったので、私服でした。私服でした。そうね、東海ウォーカーのね衣装もめちゃめちゃ可愛くて、東海ウォーカーのスタイリストさんめちゃめちゃね、そう可愛いスタイリストさんなんかね、すごい芸能人の顔してるんだよね、誰かわかんないけど、すっごいね衣装可愛かった。3つぐらい用意してくださってて、事前になんか写真来るんですけど、もうなんか自分じゃ選べなくて、結局そのスタイリストさんに選んでもらった水色のワンピースにしました。可愛い。そう、めちゃめちゃスタイリストさんもメイクさんも可愛いんですけど、もうみんな可愛い本当に。しかもすごいね、なんか撮影中もああ可愛い可愛いみたいな、すごい思ってるか思ってないのか分かんないけど、すごい言ってくださるのよいつも。そういい気分で撮影しました終始いい気分で。そう、もう一個がね、なんかロングスカートのコーデみたいな感じで、ロングスカートとワンピース迷ったんですけど、なんかスタイリストさんが、まあ若いし足出せばみたいな言われて、まあそうですよねみたいな感じになって水色のワンピースにしました。ちなみにちかさんはあの衣装買い取ってました。ちなみにかっこいいですね。いやすごくないですか、衣装買い取るって言って買い取ってた。ちかさん大人。私もいつか買い取ろうこれ買い取っていいですかって言って買い取ってたよ。ちかさんすごくない、超かっこいい、さすが。しかも多分靴以外全部買い取ってたすごいよね。私もなんかいつかそういうことしたいな。すごいよね。そう、コートと、なんかコートもなんか1店舗だけ、なんか外で撮影するカットがあって、そこのだけコート着たんですけど、そのコートも買い取ってたし、スカートとなんかなんだっけセーターみたいな買い取ってた。いやかっこいい。私が着てたコートはね、なんだっけあれ、ダッフルコートみたいな感じのやつ、普通にスタイリストさんに普段から着てそうだねって言われた普段から着てそうだねって言われました。まあ持ってなくはないけどそう、もうね、あの東海ウォーカー撮影した1日はもうずっと甘いもの食べっぱなしだったので、すごい撮影終わってしょっぱいものが食べたくて、そう2人でスープ飲みに行きました、ちかさんと。そう、もうすごいねめちゃめちゃ甘々な日だったのでそう、甘くて甘くて仕方がなかったので、もうしょっぱいもの食べたいねって。スープ食べに行きました美味しかったスープ。
こんばんは。やっほー。今日あれですね、毎月1日あるショートケーキの日じゃん今日。私はショートケーキそんな好きじゃないけど、なんかたまに食べたくなる。ショートケーキの日だって。そんな時にラーメン食べたら絶対美味しい。確かにラーメンいいよね。最近食べてないな、ラーメン食べたい。ラーメン食べたい。そう、今日ショートケーキの日なんだよ。22日はショートケーキの日。カレンダーのね、22日の上にね、15日があるからショートケーキの日っていうらしいよ。だから毎月22日はショートケーキの日らしいですよ。そう、毎月22日の上は15日らしい。なんでなんでしょう。どうして。そう、そういう意味で22日の上は15日で、ショートケーキっていちご乗ってるじゃないですか。で、22日の上に15日でいちごだからショートケーキの日なんだって。もうなんかケーキ屋さんとかさ、もう保育園の頃の将来の夢の大人気の職業じゃん、ケーキ屋さんとか。私も思ってもないのにケーキ屋さんって書いてたな思ってもないのにケーキ屋さんって書いてた。将来の夢なんで書けばいいか分かんなくて、まあケーキ屋でいいかって言ってケーキ屋書いてた、保育園の頃。そう、かっこ思ってもない。いや、よくいるじゃないですか、ちっちゃい頃からアイドルになりたくてみたいな。私そういう子じゃなかったからさ、なんか恥ずかしがり屋の塊みたいな子だったので。私の恥ずかしがり屋エピソード聞きます？結構やばいんですけど、まず運動会とか座ってました、恥ずかしくて。走るのとかもできなくて、とりあえず地べたに座ってるような子でした。そんな子いるって話だけどね。座ってたし、発表会も出てこなかったね。うん、発表会もなんか練習はできるんだけど本番になるとできなくて、本番も後ろにいた舞台の裏にいました。そう、なんかもう人前に立つ子とかもとにかく嫌いだったんですよ、保育園の頃特に。そう、でもね、年長さんの頃はね、なんかすごい発表会の思い出がすごいあって、すっごい覚えてる、なぜかわかんないけど。なんででしょう。そう、だから結構ガチめの恥ずかしがり屋でした、人見知り。なんか今はあんまりないけど、ちっちゃい頃とかは初めて人に会う時とか、もうなんかお母さんの後ろに隠れちゃうみたいなタイプの人でした。私友達と喋るのにもすごい時間かかるしみたいな人だったし。そう、もう今はね、もう劇場公演にも立ってっていう感じなんですけどいや、当時の私からしたら考えられないわ、本当に。奇跡です、奇跡が起きてる。チアのおかげ、まあそれもありますね、それもあるかな。
それもあります。あとなんか恥ずかしがり屋なくせに、すごい小学校の時なんか指揮者やってた なんかよくいるじゃないですか、校歌歌う時にピアノ伴奏する人、指揮者やる人いるじゃないですか。指揮者やってたな、そういえば。なんか今急に思い出した、小学校の頃ね、そう指揮者やった。そう、性格は人見知りのはずなのにね、そう指揮者やってました。立候補したの。そう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 、なぜか指揮者やりたくて「はい」って「やります」って言ってやって「やります」って言って、しかもなんか終業式とか、なんか夏休み前の日ってあるじゃないですか、もう明日から夏休みですよみたいな日に校歌歌うんですよ。その時に体育館の何あそこステージみたいなとこあるじゃないですか、そう、そこに一人で立って指揮者するみたいな、で全校生徒の前でやるみたいな。いや人見知りが何やってるんって感じなんですけど、やったわ。なんで思い出したんだろう、今すっごい思い出した。歌いたくなかったのかな、あーもしかして そっちパターン、歌いたくなくて歌いたくなくて そっち側。そう全校生徒の学校いるとしたら全校生徒の前でやるみたいな人でした。超懐かしい、やば なんで立候補したんだろう、その時全然覚えてないな。校歌覚えてる？校歌ね、でもお父さんとは私、お父さんと妹と私は小学校中学校一緒だから、いや分かんない、あんまり覚えてないかも 全然覚えてないです。中学は覚えてるか、うーんなんとなくメロディーが出てくるぐらい。小学校なんだっけな、全然思い出せない。なぜか小学校の時覚えてる。小学校なんだっけな、全然覚えてないな、めちゃめちゃ忘れちゃった。ちょっと思い出せないです。小学校、中学校は思い出せる、なんとなくだけど。効果ね、まあ効果とか正直歌ってなくても分かんないよね 歌ってなくても分かんない、絶対分からん。いやでもなんで立候補したのか全然思い出せない、なんでだろう、人見知りのくせに。謎、すごい謎じゃないですか、なんでだろうね、全然思い出せない。でもどうしてか、ノリで、ノリかな、
でも私結構断れない性格なんですよ。で、一回中1の時に、なんか 800m 走ぐらいのがあって、で、一回普通に体育の授業で 800m 走らなきゃいけなくて、普通に走ったら、なんかクラスで1番になっちゃったの、女の子の中で。女子の中で1番になっちゃって、あ、やばい、ゴールしちゃったと思って。で、運動、体育大会かな、中1の時出たんですけど、中1しか出てないけど、中1の時にちょうどなんか競技に 800m 走があって、まあ一番速かったし出てほしいなみたいな、先生に言われて、あ、やりますみたいな。めっちゃ覚えてるな、それも。そう、え、どうしよう、ゴールしちゃったと思って、え、一周遅れとかじゃないよねと思ったんですけど、ゴールしてました。気づいたら 気づいたらゴールしてた。そう、これぞやっちまったってやつよ。私でも長距離苦手なんですよね。途中でなんかもう、ああ、やめたいって思っちゃう。走ってると。ああ、歩きたいって思っちゃう。長距離。歩いてもいいんだったら、とことん歩いちゃうけどね。もう早く終わんないかなとか、すごい全然違うこと考えながら走ってる。小学生とか、なんだっけ、小学校の頃は水筒持ってくじゃないですか、みんな。でも一口も飲まずに帰って怒られたことがある、ママに。なんで飲まないの、熱中症になるでしょってめちゃめちゃ怒られたの覚えてる そう、あまりね、水分を取らない子だったので、その時から。そう、なみなみに帰ってきたの、水筒の中身がなんか全然減ってなくて、そう、一口二口しか飲まずに帰ってきた時に「熱中症になっても知らんよ」って怒られたことある。月とも、月とも、月とも。水筒って遠足とか、え、違いますよ、全然普段です、普段、普通の学校の日、小学校の日。どうも。学校の水道水では飲まないの。私ね、昔からなんですけど、水そんな好きじゃないんですよね、飲むの。水そんな好きじゃないんですよ、飲む。味しないじゃないですか、今も。でも公園の時の水分補給は水です。そう、前まではね、コップに名前書いてね、コップで飲んでたんですけど、今はね、スタッフさんがペットボトルの水用意してくれてる。1人2本ずつぐらい。キラキラスマイル。キラキラスマイル。あとね、2分の1成人式もした。2分の1成人式もね、したけど、何になりたいって言ったか覚えてない。
2分の1成人式したことありますか皆さん。小学4年生の時10歳だから、その10歳の時のなんか将来の夢みたいな話すのがあって、確かしたんですけど、何になりたいって言ったんだろう、全然覚えてないな。ただ2分の1成人式をしたっていう事実は覚えてる。ありますよね、2分の1成人式したよね。え、超覚えてるもん。4年生全員そう集まってやるのよ。小学校の時多目的ホールでやったの。そう、超覚えてる、やば。多目的ホールでやったの、めっちゃ覚えてる。そう、あるんですよね。しかもなんかスピーチしなきゃいけないの、自分の夢について。そう、みんなの前で発表して、私は何々になりたいですみたいな。めっちゃ覚えてる、やばい、懐かしい。けど何になりたいって言ったか覚えてない、一言も。何になりたかったんだろう、その時は。内容を覚えてないっていうね。もう9時だ、早っ。早い、もう9時。こんばんは。やっほー、こんばんは。モデルさんかな。いや、その時はね、モデルになりたいとは思ってないのよ。小学5年生の時に一回雑誌のオーディションに受けたことがあって、それに落ちてからなりたいと思ってたから、小4の時はね、まだ何も夢がない、特に何でも何もないかなみたいな時期でした。特になしって感じでしたね。そう、空白の年。特に夢もない。修学旅行京都奈良だった。そうでした、京都奈良行ったよ、修学旅行。懐かしい。こんばんは、やっほー。で、何時に終わろうかな、もう9時だった、早い。9時15分に終わろう、15分に終わります。9時、早っ、めちゃめちゃあっという間。京都となら修学旅行じゃなかったって人どのくらいいるんだろう。どうなんでしょうね、私普通になんか 全国民京都と奈良に行くものだと思ってた、修学旅行。わかんないけど、なんか全県民が行くと思ってた、京都と奈良に。そうでもなさそうですね。
中学はディズニーだった。あー、ディズニー行ってましたね。私行けなかったけど、修学旅行。京都なら行きましたよ。懐かしい。京都の自分は中学沖縄の高校はオーストラリアでした。ね、おしゃれ、すご、普通にすごい。え、沖縄いいな。沖縄行きたい。沖縄行きたい。なんか沖縄さ、人生で2回行ったことあるけど、 1回も海入ってないんだよね。なんか見ただけで。京都と奈良の人はどこに行くんだろう。あー、どこに行くんでしょうね。わかんないけど。キラキラスマイル。沖縄行きたい。沖縄いいよね。なんかもう今どこでも行きたいもん。もうすごい遠出とかしたい。うん、遠出したい。新幹線になりたい。新幹線もいつもずっと乗ってないんだけど、3ヶ月ぐらい乗ってない。新幹線行ってみたいところありますか？国内だったら北海道。北海道かな。北海道に行きたいです。北海道に行ってもう飽きるぐらいに魚を食べて帰ってきたいですね。うん、いいね。国内な。他にもマジたくさんあるよ。行きたいとこなんてもうキリないです。キリない。金沢にも来てほしい。金沢ってどこだ？石川県？どこだ？ゆずぽって広島に来たことある？ないんですよ、広島。牡蠣食べたい。食べに行きたいです、広島に。そう、同期にね、広島出身の子がいたんですけど、お土産にね、もみじまんじゅうを買ってきてくれて、めっちゃ美味しい。あれ、もみじまんじゅうのね、チーズ味マジで神。美味しすぎて毎日食べた。美味しすぎて。
超美味しかったの覚えてる。元気かなリコリン。福井県、福井県はある、毎年行ってました。福井県は小学生の頃カニ食べに、そう冬ね行ってました。何年ぐらいだろう、小学何年ぐらいか忘れたけど、まあ行ってた。最近は行ってないです。福井すごい雪がすごいイメージだった。福井はとにかく雪すごい降ってて大変だった大変でした。いやーいいね、もう海鮮目当てですよ私は。もう行きたい場所結局魚北海道も広島もだけど結局海鮮が食べたくて行きたい。月玉富山おすすめ海鮮ですか。行きたい、もう無理です、行きたすぎて。魚食べたい、魚側転できる、できます、多分自分の体が支えれればできる。わわ中1までなら余裕でいけたのに今はもう無理ですね。前転ならできるかも、前転後転はいけるけど側転ロンダートとかになってくると多分できないなちょっと体に悲鳴が。ウニ丼とか最強じゃん、人生で1回でいいから食べたいな。ウニ丼絶対美味しい。今日の夕飯はこれから、もう食べました、ショールーム前に皿うどん食べました、お家で美味しかった、お父さんが作ってくれました。皿うどんって素敵、美味しかった。あ、16分だもう。じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。このあたりで今日はありがとうございました。5200人ありがとうございます。5200人全部で今日配信始まって5200人ありがとうございます。ではまた明日の配信で会いましょう。バイバイ、明日祝日か、バイバイ、ありがとうございました。また明日ね。バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。